野村真希は、テレビ朝日所属のアナウンサー。三人姉妹の三女として、神奈川県横浜市で育つ。神奈川県立市川高等学校、東京女子大学現代文化学部を卒業。小学校時代には、バスケットボール部と調理部、中学校時代は、バスケットボール部、高校時代は再び調理部で活動。大学在学中は、ラクロス部で活動し、イギリスに、 短期留学もした。1998年にテレビ朝日に入社。1998年10月よりサンデージャングルのニュース情報コーナーのニュース読みを担当。1999年10月よりスーパーイチャンネルでリポーターや天気、ダヴィンチの予言のナレーションを担当。2000年4月よりラジ長アットモーニングのキャスターを担当。 2001年4月より、虎ノ門の司会を担当。同年同月より、不思議ドットテレビ。これマジのリポートも担当。特に、不思議ドットテレビ。これマジのミステリーサークル企画のリポートにより、第1回アンアナウンサー賞、原稿のないもの部門で、奨励賞を受賞。2001年10月より、N10 トップ。および、わがまんまキッチンに出演。 2004年4月より、クイズ、バーチャ Q、朝ヤ野獣馬、2006年3月に出演。2005年4月より、アンニューススポーツ土日曜日、の、ニュース読み担当、マシュー、エスベストヒット TV の、準レギュラー複数コーナー司会を担当。2006年4月より、スーパーモーニングの司会を担当。2007年6月13日より、 市場デジタル放送推進大使のテレビ朝日代表を担当。2008年一旦産期を取り、4月10日に第一子となる女児を出産し、2009年4月15日職場に復帰。2009年10月よりもらえるテレビの進行補佐役を担当。2010年4月より使えるアイデアハウスのアシスタント役を担当。 2011年4月より、ヤジウマテレビの土曜版の総合司会。2011年10月より、ニュースアクセスのメインキャスター。2015年、一旦産休を取り、8月14日に第二子となる男児を出産し、2016年10月3日に再び職場に復帰。2017年4月3日より、東京サイトのナレーションを担当。 2019年4月12日。2019年4月より、ワイド。スクランブルの第一部のニュースコーナー担当、および、アンニュースのコーナーの担当。は、出演中。トリビア、マイナス同期入社のアナウンサーは、小木一平、小松康、志、上山千穂、徳永由美トリビア第21回参議院議員。通常選挙出馬のため退社した、丸川珠代に代わるため。 Ab、妊娠告白から3ヶ月、野村アナ、女児出産、スポーツ日本、https、コロンスラッシュ、ス jp スラッシュに、零零、八ダッシ と、co.jp スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2008スラッシュ04スラッシュ12スラッシュ 02.html 2013年2月28日日閲覧 ?ABCD テレビ朝日アナウンサーズ野村真希ありがとうございます